はいどうも赤星赤崎赤星マシマシイエルシですはいシャイスヌーズですさあ、今回ラーメン二郎髪の毛店ですお、二郎本家本家で来ましたね久々に来ました、はい、ね、髪の毛見ていきましょうはいこちらですね、もちろん大井町線の髪の毛駅から徒歩1分以内で近い着くんですよということでね、こちらですね赤星的にはなんと2番目に好きな二郎でーすということでねガチで好きなやつ3番目はガチでしょ本当本当にだから補正とかなしでそうそうそう本当の好きですなるほどなるほどということで、ね、小ラーメン、小豚、大豚入りそして生卵やウーロン茶も売ってるよということでねあーなるほどはいラーメン屋さんではよくね券売機の左を選べってもう書いてあるから言ってるからさいやもういやもう左を選んじゃったよね大豚入りを何その口調を言って選んじゃったよ江戸っ子みたいな感じ左上を選んじゃったよ左上を着丼着丼ね大豚入り麺バリカタに野菜ニンニク油絡めてるのねなるほど髪の毛店はマシマシができませんあーなるほどなるほどできないんですええこれマシ状態でマシ状態ですはい、はい、で麺の硬さを食券提出時にバリカタまで選択ができるあんま二郎系でないですよねあんまりなかなかないですよはいでさらにゴミや券売機横にね捨てるんですけども、はい、缶ウーロン茶買った際はカウンターにあげちゃっていいよということであーなるほどなるほどそんなルールがございますが、はい、その前にですねお詫びがございます何でしょうお詫びが、カメラの不調にですね、よりですね、3分の2ほど撮れておりませんじゃあ3分の1 3分の1ですギリギリの撮るだけでお楽しみくださいということでどこの部分なんだすいません3分の1、ね、どこの部分さあやっていきましょう頑張りましたよ最初から、ね、そうニンニクをまずは見ていきましょう、はい、ねここですね結構少ないんだけども、はい、辛さも結構控えめなんで、うん意識して混ぜないとね存在感が分かんないかもしれないあー、早くないかと思ってあ間がすっぽりないっす、はいまあ解説していきますけども、はいパキポキとした食感になりますよねやっぱりバリカタにしてるんでバリカタにしてるからあと提供時間がめっちゃ早くなるんで、うん時間ない人はもうバリカタにした方がいいいやここまでも早かったよ提供時間もそうだよすいません動画もバリカタでやってますんでバリカタでバリカタですこれ早いけどねね豚ご覧ください引き締まり具合が素晴らしいいやこれがね髪の毛の押したいポイントあーなるほどギュチギュチ豚なんですねあーここ残っててよかったいやよかった豚はちゃんとありますあぶねあぶねスープも見て見てスープあります割りかけてるけどいえいえこれはねラーメン二郎でもトップクラスの非乳化スープということでこれを見せたかったなるほどなるほど見せたかったんですねはいそしてですね油の分離度合い凄まじいんで、うん、FZ 醤油の表面FZ 醤油表面油を限界みたいに楽しめるよと記録を見てもらってそこはちゃんとねご存知だいや早かったねすいませんやっぱ早かったマジで短い申し訳ないということでステータスを見ていきますが、はい、まあやっぱりマシマシはできないんで 85.38 という平均的なまだ半端だなまあ平均する85だな、ということで大変美味しかったんですが、はい、本当にごめんなさい謝らせてくださいなんてあったんですかいや、あまりにね、しっかり撮ろうって思ってて一回撮影をして、撮影器具を置いた後に確認のためにパッて画面を見て、はい、その時にもう一回押したらしいですあ、それ停止しちゃって、ね、停止しちゃってたでも自分ら再生されてると思ってるからそうそのまま続行してた思い入れが強いが紙に起きたミスいや、絶対ミスってはいけないというのを裏目にしてた2番目だからねそうなのよ、だってもう撮影しなくても何度も言ってるから紙に入れって好きすぎて目黒店の次に好きなんですよガチいやー、マジで残念もう一回行きたいもう一回行こうもう一回行くし、その時は撮影しないかもしれないもうガチだからガチで本当に好きだから行くっていやそうだったら次3番目とかはどこになるのかなっていうのをお楽しみにしてほしいなるほど赤星の3番目はどこなのかとそう、まあ、参考にしていただいてこういう意見もあるとということで、ね、二子玉川から一駅なんで皆さんも行ってみてくださいお、二子玉川から記事なぜかこちらですなぜかThank you.